BJ リーグ4年目のシーズン、滋賀レイクスターズと JBL に所属していた浜松東三河フェニックスが新たに参入。これによりプレーオフへの出場枠は各カンファレンス上位2チームから4チームに増加。しかしトーナメントでは短期決戦が続くだけに、ファイナル進出は一段と難しくなった。そんな強者揃いのファイナル4に初めて勝ち上がった琉球ゴールデンキングス。このシーズン大阪エベッサからジェフ・ニュートンなど主力級の選手を補強、弱小チームから急成長を遂げた。カンファレンスファイナルの相手はくしくもその大阪エベッサ。そしてこの一戦でリーグ史に残る名勝負が誕生する。試合は第4クォーター残り9分足らず、エベッサが17点の大量リード。アリーナにいる誰もが王者のファイナル進出を確信していた。この日ここまで32得点と一人奮起するニュートンがエベッサとの差を12点に縮める。もちろん王者エベッサも黙っていない。うわ、3人で囲んだ。しかし中から今度が決めた。バスケットカウントバスケットカウントですぐさまキングスを突き放す。それでもエベッサに勝つことを目標に長いシーズンを戦ってきたキングス。ここを勝負どころと見るや、ニュートンを中心に一気に襲いかかる。対するエベッサは昨シーズン MVP のリン・ワシントンにボールを集める。こうなったらもうリン・ワシントンですからね。しかしボールはリングに嫌われるばかり。焦る王者。そして1点差で迎えた残り30秒。どちらにゲームが転がるか分かりません。わあ、スリー打った。わあ、真相。いやいや、ニュートンですジェフ・ニュートンがこの日46点目となる渾身のスリーポイント。17点差がついにひっくり返った。追い詰められたのは王者エベッサ。このあとニュートンが2本のフリースローを沈め、キングスはリードを4点に広げる。4点差です。さあ大阪エベッサもう攻めるしかない。残り10秒、エベッサ最後の攻撃。ボールはドッジボールだ。大阪ボール、あ、変わった沖縄ボール。しかし判定はキングスボール。エベッサはファウルゲームに持ち込むも、ニュートンがこの日50点目となるフリースローを決め勝負あり。50点はすごいですよシフ・ニュートンこのゲーム50ポイント。残り3秒、2秒、1秒。ここでブザーが鳴りました。王者が敗れた。スリーピートを果たしていた大阪エベッサがウェスタンカンファレンスファイナルで琉球ゴールデンキングスに敗れてファイナル進出の望みに立たれました。バスケットボールは試合終了まで分かりませんね。本当そうですね。本当にあの選手が最後までチームメイト信じ合って、チーム一丸となってね、諦めずにやってくれたと思います。よく頑張ったと思います。はい、シーズン最初から言っていました、大阪エビスタを破るんだと。そうですね、本当にこの瞬間のためにね、この瞬間のためにね、やっぱりやってきたね。やっぱり嬉しいです。明日でしっかり勝って泣かずに優勝決めたいと思います。はい、絶対王者が陥落し、ついに歴史が動いた。リーグ4年目、新たな王者に輝くのは果たして。
2008-2009 シーズン、ファイナルに進出したのは王者大阪エベッサに劇的勝利を挙げた琉球ゴールデンキングスと、2年連続のファイナル進出を果たした東京アパッチに決定。どちらが勝っても初のリーグ制覇となる。リーグ参戦以降、ジョー・ブライアントヘッドコーチ率いるアパッチに一度も勝利したことがないキングス。ファイナルの経験もある相手にどう戦うのか。桶谷ヘッドコーチの采配にも注目が集まる。まずリズムをつかんだのはそのキングス。積極的なディフェンスからファーストブレイクで得点を重ねていく。まずタクシナウトが決めます。ちょっと重いですね、硬いですね、東京。東京が硬い。さらに攻撃は続く。フリーだ、ジェフニュートン下、クリシア、イキレリス、バスケットカウントです。相手のゾーンディフェンスが機能していないと見るや、インサイドにボールを集める。出鼻をくじかれ、たまらずタイムアウトを取るアパッチ。マンツーマンに切り替える。すると攻撃面で流れが変わる。ヘリコプター、ニック・デイビス、2人かぶった、ニック、ニック、ニック。アパッチは中から外と規則性のない攻撃を展開。キングスディフェンスに的を絞らせない。ところが第2クォーター、そのアパッチにほころびが生じ始める。あれ、アシュビーが肘使いましたね。え、ということはアシュビーはこれで3つ目になってしまいました。アシュビーが前半で3つ目のファウル。ファウルアウトの可能性を考え、後半からベンチに下がる。さらに、あ、ここでファウルだ。ファウルが4つ目、あと1つでファウルアウトになってしまいます。第3クォーター序盤にジョーホーが4つ目のファウルで交代。アパッチにファウルトラブルが続出する。それでも悲願の初優勝へ、決死のディフェンスで食らいつくアパッチ。今さお仕事、それをつなげたい。せっかくだからつなげたい。一本決めたいですね。インサイドですね。青木浩平からアシュビーです。青木浩平、青木浩平、来たか、うまい、来た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 。6点差に迫り、最終第4クォーターへ。しかし試合終盤、デミオン・ベーカーがここで自らうずくまってしまいました。アキレス腱ですか。うわー、これは東京痛いですね。調子いいだけに。ここまで20得点を決めていたデミオン・ベーカーが左足のアキレス腱を断裂。アパッチに黄色信号が灯る。一方のキングスは残り2分、5点差まで追い上げられるも、最後まで集中を切らさずゲームをコントロール。今さかブロックショット、ジェフ・ニュートンか。さあ勝利へのカウントダウン、今試合終了。琉球ゴールデンキングス日本一。夢にまで見た BJ リーグ制覇、それを見事にやってのけた。そしてプレーオフで優勝の立役者となったジェフ・ニュートンがレギュラーシーズンに続き文句なしの MVP。 Man, this right here, man, I share with this whole organization, man, top to bottom. And all the fans, man, y'all been from day one.We couldn't have done none of this without y'all, man. Appreciate it. That's real talk. Appreciate it. 大阪時代から個人的には負けなし、まさにミスター優勝請負人と呼んでもよろしいでしょうか。 Yeah, you can call me that for now. I appreciate it. ありがとうございます。沖縄の地に根を張り、沖縄と共に成長したゴールデンキングス。ブースターと分かち合う喜びも格別。史上2チーム目の王者が誕生した4年目のシーズン、 BJ リーグは新たな時代に突入していく。
新王者が生まれ、新しい時代の風が吹く5年目のシーズン、ウェスタンカンファレンスに京都ハンナリーズが加わり、 BJ リーグは全13チームとなった。2009-2010 シーズンのファイナル4はご覧の通り、新旧王者対決となった注目のウェスタンカンファレンスは、大阪エベッサが昨シーズンの雪辱を果たし王座返り咲きを狙う。またイースタンカンファレンスからはレギュラーシーズンで8割近い勝率を残した浜松東三河フェニックスが初のファイナル進出を決めた。レギュラーシーズン平均得点1位のフェニックスと3位エベッサが激突するファイナル、どちらが先にその攻撃力を爆発させるかが鍵となる。 DJ リーグチャンピオンチームを決める戦い、それぞれのブースターの思いが交錯し、今ティップオフです。第1クォーターは全くの互角、両チームともに動きが固く、スコアこそ伸びないもののシュートタッチは悪くない。味方の上がりを待ちます。太田フリーになっていってサウスポーからピットシュート決まりました。ゲームが動いたのは第2クォーター。 2-3 のゾーンできました。ここをどう攻めるかですかね。大阪のディフェンスです。一本中に入れて今度のチェックだ。今度のチェック、エベッサがディフェンスをゾーンに切り替えインサイドを固める。ところが今度はミドルシュートだ。リバウンドどうだ。絡んでいるゾーンの相手に対してオフェンスリバウンドを取っています。そして大口はあ、打たないローポストに入れてフックシュートだ。まだ乗った。3つ連続オフェンスリバウンドを取った。これも乗った。4つ連続。そしてジャメイグリーン、いやさらにファールを取りました。大阪は絶対止めなきゃダメですよね、これは。エベッサはディフェンスリバウンドが全く拾えず、フェニックスに幾度となくシュートチャンスを与えてしまう。逆にフェニックス、ここを使わない手はない。ディフェンスはまだ 2-3 です。ここにボールを入れられて崩されていることが、完全に崩された。大阪の 2-3 完全に崩されました。の形ですかね、はい、前を3人にした意図での山田さん、アップショット止まらないフェニックスのインサイド攻撃。第2クォーター22対11とエベッサを圧倒する。それでも第3クォーター、エベッサは攻撃陣が奮起、フェニックスに食らいついていく。デイビッド・パルマースリーポイントきた。ライト乗った。このクォーター一時10点以上あった差を7点にまで縮め、エベッサ有利で第4クォーターへ突入かと思われた残り1分。ウィリアム・ライトサウスポーから来た。残り時間です。ベンデル・ホイド自分で行く。大口がシュートは打たない。ノーマークレーンで第3クォーター終了間際、東の王者フェニックスが流れを作りました。リーグナンバーワンの攻撃力がここで爆発。その差は瞬く間に13点へと広がった。意気消沈のエベッサ、それでもフェニックスはわずかな隙も見せない。ワシントン来ます。来るカード来る。いいね、来る。今ワシントンには2人がかり。ノーマークに絶対にさせないという浜松。エースワシントンを徹底的に抑え込むなど、最後まで高い集中力を見せるフェニックス。レギュラーシーズンの勢いそのままに、元王者に28点差の完勝。新チャンピオンにふさわしい強さを見せつけた。たくさんの浜松東三河のファンの人、あなた方のおかげです。ありがとうございます。僕はやっぱり日本人の選手がずっとお前らが頑張ってきたんだから、お前らで白黒つけようやってことをずっとテーマだった。それを大口岡田が実証してくれた。日本人の力が果たしたと思いますね。
MVP はフェニックスの大口が日本人初の受賞。カンファレンスファイナルでは10本のスリーポイントを沈め、チームの優勝に貢献した。そうですね、本当にこの13年間あったんですけど、本当に苦しかったですけどね、こういう最高の瞬間を味わえて本当に良かったと思います。チームが状態が悪い時も皆さんの声によって僕ら力をもらいました。本当に今日はその恩返しができて嬉しく思っています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。 MVP 大口真樹選手でした。シーズンを通し圧倒的な力を見せつけたフェニックス、その強さは絶対王者誕生を予感させるほどだった。迎えた2010-2011 シーズン、秋田ノーザンハピネッツ、島根スサノオマジック、宮崎シャイニングサンズが新たに加わり、全16チームに。これで全国の3分の1を超える都府県に BJ リーグのチームが拠点を置くこととなった。数えればシーズンも6年目、 BJ リーグは成熟期を迎え、さらなる発展を目指していた。そんな折、あの悲劇が起こる。レギュラーシーズンも終盤に差し掛かっていた2011年3月11日、東日本大震災が発生。この影響で仙台 89ers、 東京アパッチ、埼玉ブロンコスの3チームがシーズン終了まで活動休止を決定する。それでも地域密着のプロリーグとして発足した BJ リーグは、人々に勇気を与えるべくシーズンの続行を決断。またプレーする場所を失った選手が一時的に移籍できるよう救済措置を与えるなど、未曾有の危機を一致団結して乗り越えた。そんな大混乱の末、ファイナル4は昨シーズンと同じ組み合わせに決定。ファイナルに進出したのはレギュラーシーズンの勝率が8割7分と別次元の強さを見せる王者、浜松東三河フェニックス。対するは2年ぶりのリーグ制覇を狙う琉球ゴールデンキングス。元王者としてフェニックスの連覇を食い止めたいところ。5月22日、聖地有明コロシアム。決戦を前に震災の犠牲者へ黙祷が捧げられる。黙祷。どこからともなく湧き上がる仙台 89ers を激励する声。そしてキングスのジャージを身にまとい89番を背負うのは、救済措置でナイナーズから移籍してきた志村。心は常に古巣とともにある、そんな思いがこもったメッセージ。さまざまな思いが交錯する中、記憶に残るファイナルが幕を開けた。序盤は両チームとも守備が冴え渡る。アグレッシブなディフェンスで得点を許さない。24秒守り抜きました。時間をたっぷりと使っていく沖縄です。ショットクロックは6秒というところ。クロックショット。ファイナルにふさわしい激しいつばぜり合いが続く。すると第2クォーター、スコアボードに動きが出始める。パスだ。岡田スリーポイント。このリバウンド、ちょっとさっきから沖縄ね、セカンドチャンスやられすぎなんですよね、はい、キングスはこのクォーターだけで11本ものオフェンスリバウンドを奪われ、インサイドの弱さを露呈。その影響かオフェンスでもリズムに乗れずミスを連発。このクォーターわずか6点に抑えられてしまう。しかし後半から流れが変わる。両者点の取り合いへ。外、あ、これはスコットカウント。ここはシュートの入れ合いだ。繰り広げられる一進一退の攻防。フェニックス6点リードで迎えた第4クォーター序盤、ついに
キングスにチャンスが訪れる。さあやはりマクヘンリーダブルキャッチシュート。マクヘンリーがこの日12点目を決め流れを引き寄せると、仙台から移籍してきた志村が渾身のスリーポイント、フェニックスの背後に迫る。ポポチケンダーラインプレッシャーかかってるぞ。これ打てんぞシュート。日本人プレーヤーちょっとチグハグです。攻撃沖縄、ただここはホイッスルありません。沖縄ボールに変わります。ディフェンスでも高い集中力を見せるキングス。試合は残り3分、点差は4点、流れはキングス。ところがしかしファールが取れない。勝負どころでパルマーがまさかのオフェンスファウル。勝負とは非情なもの、キングスは些細なミスから勝利への道を閉ざされた。ストップクロック2秒1秒、苦し紛れのあスリーポイント。フェニックスはファウルゲームの駆け引きにも動じることなく、しっかりとフリースローを沈め、終わってみれば14点の大差。あっとここで沖縄の選手もファウルゲームに行くのをやめました。時間は流れて残り5秒を切った。カウントダウンだ。浜松東リーカーフェニックス、浜松東リーカーフェニックスがここで連覇達成です。浜松東三河フェニックスが大阪エベッサ以来の連覇を達成。前回 MVP 大口の目にも涙がこぼれる。実は陸前高田から大の親友が、もちろん家は壊滅状態で、昨日今日と家族で見に来てくれました。で昨日のゲーム終わって、家族で夫婦で生きててよかった、このバスケット見れて生きててよかった。井筒さんってどこにいますかね。井筒さんどっかにいると思います。昨日は井筒さんからそういう言葉を聞いて本当に良かったと思ってます。 BJ が有明で開催してくれて本当にありがとうございました。長年ずっと日本一を掲げてコーチをしてました。しかし今年のチームほど一致団結して感謝の心を持って頑張ったチームは僕は初めてです。本当に選手にありがとうって言いたいです。ありがとう。バスケットボールは万能ではない。あの忌まわしい記憶を消し去るなんて不可能なこと。それでも笑顔を取り戻すことならできる。勇気なら与えることができる。一つのボールと一つのバスケット、そして不屈の闘志を持つこの男たちがいれば、きっとそこに新たな希望が生まれるはず。激動の2010-2011 シーズンを乗り越え7年目を迎えた BJ リーグ。しかし震災の影響で活動休止状態だった東京アパッチが新シーズンを迎えることなくリーグを脱退する。それでもこのシーズンから横浜 B コルセアーズなど新たに4チームの新規参入が決定。計19チームとなり BJ リーグは戦国時代の様相を呈してきた。またこのシーズン埼玉スーパーアリーナで行われたオールスターゲームが大盛況。観客動員は日本バスケ界では類を見ない1万4000人を記録し、 BJ リーグ人気の高さを裏付けた。ここ2シーズン同じ組み合わせとなったファイナルズにフレッシュな名前が並んだ。2シーズン前に参入した京都ハンナリズ、そして新規参入の横浜 B コルセアーズが初のカンファレンスファイナル進出。新しい力が台頭するのはリーグが成長している何よりの証し。しかし浜松東三河フェニックス、琉球ゴールデンキングスという名門の壁は高く、あえなく敗退。ファイナルはくしくも
昨シーズンと同じ顔合わせとなった。キングスは昨シーズンの借りを返すリベンジマッチ。対する王者フェニックスは中村ヘッドコーチの退任に伴い河合隆二チーム統括が新指揮官に就任。大阪エベッサに並ぶスリーピートを狙う。ファイナルを知り尽くす両チームらしく序盤から激しい展開。気持ちのこもったプレーの連続にアリーナ全体を熱気が包み込む。第1クォーターはほぼ互角。しかし第2クォーター、キングスが走り出す。マクヘンリーを中心にリズムを作り連続得点。失点もわずか6ポイントに抑え前半はキングスリード。この失態にフェニックス河合ヘッドコーチの檄が飛ぶ。何ビビってんだよお前ら。 Why are you scared right now? What's wrong? 恥ずかしいの貴様らは。 You shame? やめちまうなろ。これで目を覚ましたフェニックス。後半ディフェンスからリズムを取り戻していく。何か意図も簡単に渡してしまって結果ファールで止めざるを得ないというような。オフェンス面ではディクソンが絶好調。あっと、ここはこの後半2本目ディクソンのスリーポイント。太田のビッグプレーから、そしてディクソン。リバウンドはフェニックス。止めたいですねこれ。ディクソンが来る。ディクソンはこのクォーターだけで14得点を稼ぎ出し、キングスに3点差と迫る。第4クォーターに入っても流れはフェニックス。ここは太田が乗った。太田が完全にフリーになっていました。68対63。おー、またスティールですよ。またスティールだ。そのスティールだ。まずそのスティールからバスケットカウント。しかしキングスは動じない。打倒フェニックスを合言葉にこの1年を戦ってきた。その思いをラスト5分にかける。ゲームメイクを託されたのは22歳のルーキー並里。ジェフニュート並里だ。並里対応。ダブルクラッチスーパーペンパールキー並里。せますね。並里は類いまれなテクニックでチームを牽引。さらに攻撃は続く。さあいきなりマッケンリー。オーバーファールではいかない。マッケンリーの打点70。どうするか。アーノルドが行く。沖縄はチームファールが5つある。アーノルドフェイドで。リバウンドはキングスです。うわ。あっと、このボールはマッケンリー。つないだ。つないだ。つないで小菅。終盤キングスの攻撃がさらに加速。フェニックスは3点だった差が気づけば2桁に広がっていた。UK ゴールデンキングスの雪辱なる。沖縄UK ゴールデンキングス3年ぶり2度目の優勝。見事に雪辱を果たしました。気持ちと気持ちがぶつかった激闘。最後はキングスの勝利への執念が勝った。そうですね、浜松さんに勝ちたくて、ずっと勝ちたくて、まあ、この1年間過ごしてきたんで、本当にレギュラーシーズン以上にやっぱり嬉しいですよね。キングス最高です。一方敗れた河合ヘッドコーチの目からは大粒の涙。自らの不甲斐なさに雪辱を誓う。3シーズンぶりの歓喜に酔いしれる琉球ゴールデンキングス。追う立場から追われる立場へ。来シーズンは王者としての進化が試される。